4ミニットは韓国の女性5人組のアイドルグループ。2009年6月15日にデビュー。2016年6月16日に解散。所属はキューブエンターテイメント。日本でのレーベルはファーイースタントライブレコーズ。韓国と日本を中心に台湾、香港、フィリピンなどアジア各国で活動していた。グループ名には4分間で それぞれの魅力を披露するという意味と、4ミニットにベストを尽くすという意味が込められていた。4ミニットは、ジヒョン、ガユン、ジウン、ヒョナ、ソヒョンの5人により結成された。ヒョナは以前、ワンダーガールズのメンバーとして活動していたため、4ミニットで再デビューするということで注目を集めた。またソヒョンは、過去に、小学生3人組グループ、 オレンジのメンバーとして活動していた。4分間で魅力を披露するという意味と、4ミニットにベストを尽くすという意味を込め、4ミニットというグループ名が付けられた。2009年6月にシングル、ホットイシューでデビューすると、各種音楽チャートで上位にランクインし、サイワールドデジタルミュージックアワードでは、今月の歌に選ばれた。8月には、ミニアルバム、 4ュージックを発売。タイトル曲、ミュージックは、各種音楽チャートで上位にランクインし、SBS、人気歌謡でデビュー3ヶ月にして、初の1位を獲得。第24回ゴールデンディスク賞で、新人賞を受賞した。10月からヒョナが、青春風敗にレギュラー出演。4ミニット1月のヒョナのソロ活動の後、4ミニットは、海外進出を開始した。 2月のフィリピンでのショーケースライブでは約5000人、タイでのショーケースでは約7000人の観客を集めた。他にも日本、台湾、香港などで活動を行った。5月、2枚目のミニアルバム、ヒット・ユア・ハートを発売。タイトル曲、ハーは各種チャートで1位を獲得した。7月にシングル、あいまいめまいン、10月にシングル、 ファースト、ドリームスカムトゥルーを発売。またアジアソングフェスティバルに出演し、流行アーティスト賞を受賞した。3月にシングル、ハートツーハートを発売。4月には韓国で、初のフルアルバム、4ミニッツレフトを発売。タイトル曲、鏡よ鏡は、ガオンデジタル総合チャートで2位を獲得。一方で、鏡よ鏡の振り付けが、 戦場的であるという議論が起こり、KBS と SBS で、振付が規制されることとなった。2012年4月、ミニアルバム、ボリュームアップを発売。2013年1月、ジユンとガユンの二人で、ユニット、ニオンを結成し、ミニアルバム、ハーベストムーンを発売。普段の4ミニットのイメージとは異なる素朴な、カントリーポップ曲、24。 7で活動を行った。4月には4ミニットとして、ミニアルバム、ネームイズ4ミニットを発売。2010年の海外進出に合わせ、日本でもショーケースライブを開き、約2000人が集まった。5月には、ミュージックの日本語版を発売し、オリコンシングルチャートで21位を獲得。7月、曖昧メマインのプロモーションのために、東京、名古屋、 大阪でコンサートを開き、1万人以上を動員した。12月には日本で初のアルバム、ダイヤモンドを発売し、オリコン週間チャートで27位を獲得。2011年3月にシングル、ホワイを発売し、オリコン週間チャートで17位を獲得。9月には、シングル、ハートツーハート。12月には、シングル、レディーゴーを発売。 この曲は、日本のドラマの主題歌にも使われた。2012年8月、シングル、ラブテンションを発売。9月には、アルバム、ベストオブ4ミニットを発売。ホットイッシュー、ジングルジングルスーパースターフリースタイルイズイット、ポッピン、フォーミュージックヒットイワハートボリューム、アップハーベストムーンにオンネームイズ4ミニット4、ミニットワールドクレイジーアクト、7。 4ミニッツレフトミュージックアイマイメマインファーストドリームスカムトゥルーホワイウィズアウトユーフィーチャリング4ミニット青山テルマのシングルにフィーチャリングハートツーハートレディーゴーラブテンションダイヤモンドベストオブ4ミニットありがとうございます